はい、Google マップローカルガイドの久保でございます。私はローカルガイドのねレベル8と言いまして、もうすぐ9になるんですけども、ローカルガイドって10までしかないんですよね。ですので私は結構上位の方に上り詰めたところかなと思います。 Google のローカルガイドっていうのは Google マップの普及に努める人のことなんですけども、今回はですね12月の活動成果が来てますので、そちらの方をご紹介申し上げようと思います。どうぞ。はい、ローカルガイド活動なんですけども、12月のまとめが届いております。獲得したポイントが346と、投稿した場所が6個なんで、投稿結構少なかったのが12月の店ですよね。だからステイホームなのかなと思いますが、あんまり関係ないですね。どんどん出していただいて。で、12月の活動内容なんですね。ここに6件使わせていただいて、で、写真を56枚掲載ということで、かなり使えるだったなと思いますね。やっぱり写真の投稿は、やっぱりこう、数百件とかないと、なかなかローカルガイドの活動としては、レベル8としては不十分だったかなと反省しております。1月はしっかり増やしていこうと思いますね。で、12月のハイライト。とは言ってもね、トップローカルガイドに認定されてるんですよ。だからこのぐらいの活動で、12月はトップ 5% ですから、レベル9まで 56% 達成。まあまあ、ちょっと今年中にはいけるかなっていうんですよね。先月 Google マップに4日間投稿したときに、ちょっと少なかったですね、この辺がね。先月投稿した写真の閲覧回数は5万4000ってことなんで、やっぱ一言は違いますね。10万回ぐらいはやっぱり私だったら見ていた感じじゃないですし、先月投稿したツイッターの閲覧回数も1万回ぐらいは見ていただきたいかなと思うんで、これ単純に投稿件数がね、本当に少なかったですね。もっともっと増やさないかな。はい、ということで、仲間のローカルガイドからの地域をもらいましょうというふうに出てます。そしてもう一つの紹介、このケースで達成を続けてくださいということですね。じゃあ、ちょっとね、仲間のガイドから見てみましょうか。あ、この動画ですね。動画を見て頑張りやってみましょうか。ローカルガイドで同じレベルの方がこうやって活用されてるのかなと思いますね。世界でね。世界中マスクをしてるところが多いのかな。ベトナムか、これ。マスクですね。やっぱり世界のローカルガイドさんも頑張ってるな。というので本日は以上ですね。Google マップのこれからも普及に努めていこうかと思います。